誤解しないでください。紹介する種目はそこそこは筋肉を成長させます。トレーニング種目というのは膨大な数ありますが、ほとんどの人が行う種目は10から20種目程度です。しかしみんなが知っている代表的な種目、実際やっている人が多いからといってその種目が必ずしも効果的というわけではありません。近年の科学的なデータによって、実は筋肉をそこまで成長させられなかったり、全く成長しない筋肉があると判明した種目が多く存在することが分かっています。今日紹介する種目は、筋肉をある程度そこそこ成長させますが、筋肉の成長を最大化させたい人はやるべきではなく、別の種目を行った方が間違いなく効果的です。この動画では近年フィットネス業界で最も注目されているマイロ・ウル博士のアドバイスなど、科学者や客観的なデータをもとに過大評価されている種目、その代わりに行うべき種目というのを紹介します。筋肉を最短で成長させたい、科学的な裏付けがある種目をやりたいという人は必見です。この動画が少しでも参考になったら、ぜひ高評価をお願いします。2021年9月に行われた研究では、同じ可動域で片腕の上腕二頭筋カールトレーニングを行い、0から50度ストレッチポジショングループ、80から130度の収縮ポジショングループに分けました。研究期間後、両グループは可動域としては全く同じでしたが、収縮部分のみのトレーニングを行ったグループは、上腕二頭筋と上腕筋のサイズが平均 3.4% 増加していました。一方、ストレッチポジションのみを行ったグループは、平均して筋肉サイズがプラス 8.9% 増加していました。この原因は科学的に証明されています。Have these five studies. We have 20 to 25 studies more broadly looking at the concept. Very consistently within these 20 to 25 studies, we find better hypertrophy, aka better muscle growth, after lengthened training versus more shortened training. Now you might be asking.2019年のシステマティックレビューによると、筋肉が伸びている部分で負荷をかけるリフトは最大で3倍の筋肥大効果を得るということが示されています。これはストレッチポジションが筋肉に最も負荷のかかるポジションであるからと考えられています。例えばスクワットなら、しゃがんで大腿四頭筋を最大限伸ばしてから立ち上がるのが最もきついですし、フライトレーニングでも一番きついのは大胸筋が最大限ストレッチしてから持ち上げる瞬間です。逆に言うと、このストレッチポジションで負荷がかからなかったり、負荷が非常に弱い種目は筋肉をそれほど成長させられません。この問題がある代表的な種目は、ダンベルサイドレイズ、リアレイズ、直立フリーウェイトカール、ダンベルキックバック、プランクです。筋肉の多くはある関節を中心にして収縮するため、筋肉を鍛えるときは円を描くような軌道になることがほとんどですが、多くのトレーニーが上に持ち上げる、横に引っ張るというように、直線的なトレーニングと捉えています。You do lateral raises, you do standing like this, standard lateral raise, right? Or they use the scapular plane. Some people, they do a lateral raise where they lean like this, and great, you get extra range motion at the top. Doesn't make a lot of sense, especially in light of the recent literature on stretch-mediated hypertrophy. The top position, for some people, the shoulders don't like it.And you're probably not really getting any more hypertrophy with that. If you do that, do a butterfly lateral raise, an overhead press, a different type of exercise. I mean, it's not a variation that's wrong, it's just I don't really see the point of it. 例えばサイドレイズでは上に持ち上げるトレーニングとイメージされがちですが、実は肩を中心にした円運動で三角筋チューブを鍛えます。つまり下から上に持ち上げているようには見えますが、ダンベルサイドレイズのスタート位置は横向きです。先ほど重要と解説したストレッチポジションというのは、この横向きに引っ張られる位置であるため、重力しかかからないダンベルサイドレイズでは筋肉が非常に成長しにくい可能性があり、フリーウェイトの直立バイセプスカールでも同様のことが起こります。実際これは直接的な研究で明らかになっています。代表的な腹筋トレーニングであるプランクについての研究では、腕を地面に対して直角ではなく前に出すことで腹部にある腹直筋という筋肉の活動が大幅に増えたことを示しています。これは腕を前に出すことで背中が反るようになり、腹直筋が伸ばされるためです。そして2023年に行われた研究でも、それぞれダンベルを使ったプリチャーカール、インクラインカールではプリチャーカールの方が圧倒的に腕の筋肉を成長させているということを示しています。これはデータに示されているように、プリチャーカールはストレッチポジションで負荷がかかり、インクラインカールは腕に対して横向きの負荷がないため重要な可動域で負荷がかかりません。
筋肉の成長効果を最大化させ、賢く効率的にボディメイクをしたい人にとってストレッチポジションの負荷を無視することは論外と言ってもよく、明らかに間違っています。サイドレイズやバイセプスカール、こういった種目を推奨された場合、あなたはそのトレーナー、アドバイスを受ける人を変える必要があります。サイドレイズやバイセプスカール、キックバックでは体や腕を傾けたり、ケーブルを使用して横向きの力をかけることでストレッチポジションで負荷がかかるようになります。筋肉が伸びた位置での負荷を意識して、負荷がかかっていることを確認しながらトレーニングを行ってください。一部のトレーナーやボディービルダーは、フリーウェイトは筋肉を構築するのに最適である、理由はフリーウェイトは不安定であり、それを安定させるために多くの筋肉が活動する、つまり効率的にいろんな筋肉を鍛えると言います。これによってウェイトトレーニングにはマシンよりバーベルやダンベルを使った方が効率的と考えている人も少なくありません。しかしこれに科学的な裏付けはありません。それどころか不安定さは筋肉の成長にとって逆効果であり、筋トレ効果を低下させる可能性が高いです。不安定イコールいろんな筋肉を鍛えるという考え方には欠点があります。禁止されているように携帯を使用しながら車の運転をすると事故のリスクが高くなります。これと同じことが安定性にも当てはまります。バランスを取ることに注意がいくとパフォーマンスが大幅に低下します。実際普段行っている種目をバランスボールに乗ったり不安定な状態で行ってみてください。ほとんどの場合、持ち上げられる回数や重量が低下します。2008年の研究では、被験者に一般的なバーベルスクワット、バランスボールを半分に切ったようなボスボールに乗った状態でのバーベルスクワットを比較したところ、後者はパフォーマンスが大幅に落ちていることを発見しました。マイロ・ウルフ博士は、トレーニング種目を選ぶ指標として、安定性が高いものを挙げています。不安定な種目というのは、そのバランスを取るためにパフォーマンスが大幅に下がることがあります。これを一部のトレーナーは安定させるために筋肉が働くと言いますが、スクワットによる腹筋の活動のデータにある通り、安定させるために筋肉は働きますが、それはほんの少しであり、筋肉が成長するレベルでは全くありません。不安定な種目というのはただ単純にパフォーマンスを減らしているのと同じです。考えてみてください。不安定なスクワットで腹筋が割れると思いますか？この種目中に腹筋がきつくなって持ち上げられなくなるという人は皆無だと思います。その前に足の筋肉は限界に達し、その時点で他の筋肉は十分なレベルまで追い込めていないため、これによって筋肉が成長するとは到底考えられません。不安定な種目の代表格はボスボールスクワット、そしてランジです。この種目を行ったことがある人全員がトレーニング中に体勢が崩れて床に手をついてしまったという経験をしたことがあると思いますが、この種目を行うとき足は平均台に立つように一直線になってしまうことから、バランスが取りにくく非常に不安定になります。ランジをしたいならダンベルやバーベルではなくスミスマシンを使用した方が体が安定するため効果的です。不安定なトレーニングをしても筋肥大の観点からいいことは一つもありません。立ち上がった状態のフライより座った方が体が安定して高いパフォーマンスを発揮できる可能性があるように、トレーニングではできるだけ安定性を意識してウェイトを持ち上げること、狙った筋肉のみを鍛えることに集中しましょう。筋肉はストレッチした状態で負荷がかかる瞬間が一番機械的な緊張を受けます。逆に言うと収縮した状態を維持することは筋肉にかかる機械的な緊張がほとんどなく、どれだけ追い込めても達成感があっても筋肉は成長しません。トレーニングの中で最も代表的な種目はベンチプレス、スクワット、デッドリフトです。この3つはビッグスリーと呼ばれ、重量上げ競技にも採用される種目ですが、ベンチプレスは押す筋肉、デッドリフトは引く筋肉、スクワットは足の筋肉を鍛えると考えられています。しかしベンチプレス、スクワットの認識は間違っていませんが、デッドリフトが引く筋肉を効果的に鍛える、これは大きな誤解です。So I don't really agree with the claim here that the lats or mid traps or lower traps or rhomboids are being trained particularly well here. In the rack pull, just like the deadlift, the force vector that you're straining against is going straight down. Meanwhile, your rhomboids, mid traps, lower traps are essentially responsible for bringing your shoulder blades back. That is to say, the function of the lower and mid traps and the rhomboids is essentially unresisted. So yes, you can absolutely feel your lats and upper back by just going like this, but the rack pull still doesn't really target the lats or mid traps or lower traps or rhomboids.
デッドリフトで背中の筋肉がほとんど成長しない理由というのはいくつかありますが、最も大きな要素は物理的な負荷が解剖学的な動きとマッチしていないこと、ストレッチポジションがそもそもないことです。ウルフ博士が解説している通り、デッドリフトはウエイトを上に引っ張りますが、背中の筋肉を構築する僧帽筋のチューブ、下部は肩甲骨を寄せる運動に働くため、横向きの力が必要です。そしてこの種目を行う人、ほぼ全ては背中の筋肉を収縮させた状態でウエイトを持ち上げますが、これでは背中は全くと言っていいほど成長しません。Programs for the lats, they neglect stretch-mediated hypertrophy. So if you think, you know, deadlifts, rows, they don't train the lats in a position of, at long muscle lengths. So you don't train them, you don't put them under high tension in a stretch position, and you don't get much stretch-mediated hypertrophy, which leaves a lot of gains on the table. これに加えて、ピンチプレスやヘックスプレスなど大胸筋が収縮した状態を維持する種目は、はっきり言って最悪です。一部の人はこういった種目を筋肉に効くから効果が高いと言いますが、メノヘンゼルマンズ博士によると、このやり方でトレーニング種目を選ぶと最大 40% 筋トレ効果が減ることを示す科学的なデータがあるようです。In conclusion, while we don't have a whole lot of research directly comparing subjective and objective muscle activity, the current research quite clearly shows us that relying on your feelings to select your exercises and to see which muscles are being activated is a very fallible way to select your exercises. You should be very skeptical of what you feel, and just because you don't feel a muscle group during an exercise does not mean it's not being trained well. And if you do feel a muscle group, you should be skeptical if that's really mechanical tension that you're feeling or some other sensation like the pump or stretch that may not correspond with muscle hypertrophy in the long run. If you think about it, it's actually quite obvious that we don't have this internal sense of how well a muscle group is being trained by an exercise, so the take-home message is you should rely primarily on science and biomechanics to select your exercises, and you should take your feelings with a big grain of salt. 2023年、最近行われた研究では、トレーニング経験の豊富な男性ボディービルダーにレッグエクステンショントレーニングを行わせた結果、経験豊富なボディービルダーであっても主観的な筋収縮の感覚が客観的な筋活動と矛盾していると結論付けました。つまり主観的な効いているという感覚は実際筋活動や機械的な緊張を表すわけではなく、効いている感で種目を選んだりこうやった方が効くからという感覚で、何かしらのトレーニングテクニックを採用するのは意味がありません。デッドリフトをするならストレッチポジションのあるラットプルダウン、マシンのロートレーニング、ヘックスプレスやピンチプレスより、フライ、そして一般的なベンチプレスをした方が、ストレッチポジションがあるため、はるかに効果的です。ウェイトトレーニングを継続させるために、最も重要なのは怪我を回避すること。怪我をしてしまうと数週間トレーニングができなくなることで、ストレスが溜まったり、これがきっかけでトレーニングから離れてしまう人も少なくありません。怪我のリスクが高く、なおかつトレーニング効果が低い種目は必ず避けましょう。ビハインドネックのプッシュやプル、そしてバーベルのアップライトローは、今すぐやめるべき種目です。ビハインドネックのプルを推奨しているトレーナーは少なくありませんが、人間にとって非常に都合の悪い位置でウエイトを持ち上げたり引っ張ったりしているため、この種目をやり続けると肩を痛める可能性が高いです。ブラッド・シェンフェルト博士によると、ビハインドネックのプレスやプルは肩のインピンジメントを引き起こし、回旋筋腱膜を傷つけたり、筋肉の断裂、靭帯が過度に伸ばされる可能性があり、頚椎や脊椎を損傷させる可能性があるようです。特に体が柔らかい傾向にある女性より、硬い人が多い男性がショルダープレスやラットプルダウンを頭の後ろで引っ張ると、この問題が起こりやすくなります。しかし、このデメリットがあるにもかかわらず、ビハインドネックというテクニックによって、背中や肩の筋肉にメリットはほとんどありません。ビハインドネックにすることで、別の筋肉を狙えたり、筋肉が成長しやすいという人もいますが、こういった主張に科学的裏付けはありません。2002年の研究では、ラットプルの様々なグリップで筋電図分析を行ったところ、体の前面に引っ張るラットプルダウンの方が、広背筋をより活性化できることを示しています。人間の生態力学上、ウエイトを頭の後ろで持ち上げるより、前で持ち上げた方が都合がいいため、ビハインドネックはただやりづらい位置でウエイトを引っ張り、パフォーマンスが大幅に落ちて、怪我のリスクを高めるテクニックであるだけです。ショルダープレス、そしてラットプルダウンでは、
顔の前でウエイトを持ち上げ、鎖骨のあたりにウエイトが当たるようにした方が違和感なく持ち上げることができ、重量や回数が増えることで筋肉にかかる負荷も大きくなり、安全性も高まります。そしてアップライトローについても、バーベルで行うと肩の怪我のリスクが大幅に増えます。バーベルで行うことで小指が前に出ます。これは小指を上に上げたままで行うサイドレイズと同じで、肩がかなり内側に回転することで、人によっては肩のインピンチメントが発生し、腱を痛める可能性があります。ダンベルやロープでのアップライトローは、手が自由に動くため、ほとんどの人は安全に鍛えることができます。ただ、そもそもこの種目は、ストレッチポジションで負荷がないため、ケーブルのサイドレイズなどの方がはるかに効率的です。筋肉は伸びた状態から縮むことで、機械的な緊張を受け取り、これに適応することで成長しますが、トレーニング中に伸びる運動、縮む運動が両方起こると、筋肉の長さは全く変わらないため、機械的な緊張はかかりません。これは矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、実際に多くのトレーニングでこれが起こっています。最も代表的なのが、スクワットです。おそらくこの種目は足にある大腿四頭筋、すべてを鍛えていると考えている人が多いと思いますが、実はほとんど成長しない筋肉があります。ある研究では被験者に、マシンレッグエクステンションとバーベルスクワットを行わせ、大腿四頭筋の成長を測定したところ、スクワットでは大腿直筋がほとんど成長していないということが分かりました。これは大腿直筋という大腿四頭筋の中で、最も巨大な筋肉が膝関節と股関節にまたがる筋肉であるためです。スクワットの膝関節、股関節の運動をチェックしてみると、体を沈めた時に膝が曲がって大腿四頭筋が伸ばされますが、股関節は屈曲し、膝が体のすぐ前にあります。そして立ち上がる時は逆、膝関節が伸展して股関節が伸展します。大腿直筋以外の外側広筋、内側広筋、中間広筋は膝関節にしかかからないため、機械的な緊張がかかりますが、大腿直筋は伸びた状態、縮む状態がスクワットの動作中ずっと起こるため、筋肉の長さがほとんど変わりません。これは機械的な緊張が大腿直筋にそもそもかからないことを意味します。一般的なバーベルスクワット以外にも、膝を曲げた時に股関節が屈曲している、つまり膝が体の前に来る種目は、大腿直筋が全くと言っていいほど成長しません。これはこの筋肉だけではなく、ほとんどの二関節筋で起こる現象です。大腿四頭筋ではスクワット、レッグプレス、ランジ、ハムストリングスではデッドリフト、そしてライイングレッグカール、上腕三頭筋でいうとプッシュダウンやディップスでは、肩関節や股関節にまたがる長頭が全く成長しない可能性があります。これを改善させるために、スクワットであるならシシースクワットのように股関節を伸展させた状態でスクワットを行ったり、レッグカールでは寝たものではなく座りながら行う、上腕三頭筋はプッシュダウンのように腕が前にある状態ではなく頭の上で行うと、全ての筋肉を効率よく鍛えられます。実際最近行われた研究でも、プッシュダウンよりもオーバーヘッドトライセプスエクステンションの方が上腕三頭筋全ての筋肉がより成長しており、全体的には 1.5 倍の差があったことを示しています。二関節筋を鍛えるときは、一つの関節ではなく2つの関節を意識し、ストレッチポジションでは全ての筋肉が伸ばされているか、これを意識してください。最新のレビューでは、筋肉の成長において非標的筋の関与を最小限にするということが推奨されています。簡単に言うと、他の筋肉に負荷を逃がさないということです。これは当然のように聞こえるかもしれませんが、実際のところこっちの方が効くから、高重量扱えるから、あのボディービルダーがやっているからという理由で、狙っていない筋肉に負荷を逃がす非効率的なトレーニングをしている人も少なくありません。ベントオーバーロー、サイドレイズ、チェストフライでは、多くの人が他の筋肉に負荷のほとんどを逃がしています。例えばイエーツローのように、上体を起こしながらバーベルを引っ張ると、デッドリフトのような負荷の向きになることから、僧帽筋チューブ、下部が働く肩甲骨の内転に負荷がかからなくなるため、背中ではなく首にある筋肉しか成長しなくなります。そしてサイドレイズでも、腕を前に出したり肘を曲げながら行うと、三角筋の前部に負荷が逃げ、脇を閉じた腕立て伏せや一番低い位置から引っ張るケーブルのフライは、大胸筋ではなく肩を鍛えているということを裏付けるデータがあります。サイドレイズの研究データに示されているように、
肘を伸ばして腕を真横に出すと、三角筋チューブの活動が最大化されます。このように筋肉を鍛えるときは必ず解剖学的な運動を意識して、その向きにまっすぐ負荷がかかるようにしましょう。チェストフライでも肩に負荷を逃がしている人が多いです。大胸筋は腕を真横に閉じる運動によって最も活性化されるため、腕立て伏せでは肘を肩の下ではなく脇を開いてトレーニングをすると、大胸筋がより活性化されるようになります。そして大胸筋上部を鍛えるためには、一番下から引っ張るケーブルクロスオーバーが適していると考えられがちですが、実際この種目はほとんどフロントレイズのような動きで肩に負荷の多くを逃がしているということを科学的なデータは示しています。大胸筋を鍛えるときは真横に腕を閉じて、上部を狙うときは少しだけ下から持ち上げるようにした方が効果的です。背中の筋肉はこれと真逆で、腕を開くようにすると最大まで活動するため、ベントーバーローでは背中を地面と水平にして重力に逆らって持ち上げるようにすると、筋肉の成長効果が大幅に高まります。直立フリーウェイトカール、ダンベルサイドレイズ、ダンベルリアレイズ、ダンベルキックバック、プランク、ボスボールスクワット、ランジ、デッドリフト、ピンチプレス、ビハインドネックプル、ビハインドネックプレス、バーベルアップライトロー、スクワット、プッシュダウン、ディップス、肘を曲げたサイドレイズ、腕を前に出すサイドレイズ、下から引っ張るケーブルフライ、脇を閉じたナローの腕立て伏せ、直立した状態のベントーバーロー。今日紹介した20種目はボディービルダーはじめ多くのトレーニーが取り入れている種目ではありますが、筋肉の成長効果が低かったり、解剖学的に一部の筋肉が全く成長しない可能性が高いです。最短で筋肉をつけたい、効率的に筋肉をつけたいという人は避けることを推奨します。最後に、この動画がいいと思っていただけたら、ぜひ高評価をお願いします。